草亀は、はイシ亀メ石亀シガ亀属に分類される亀。別名リーブス草亀、金センガ亀、ゼニ亀。大韓民国、中華人民共和国。日本、台湾に移入。模式標本の産地は中華人民共和国。最大高長30センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、最大高長19.9センチメートル。 日本の個体群は大型になるとされ、中華人民共和国の個体群は、メスの最大高長23.6センチメートル、オスの最大高長14.6センチメートル。背高はやや扁平で、上から見るとやや細長く角張った楕円型や俵型。C パンと、アバラカンパンに3つずつ、筋状の隆起があり、特に C パンのキールは顕著。 廃校の色彩は主に褐色、肺褐色、暗褐色、黒。左右の喉甲板の間と左右の甲乾板の間に、切れ込みが入らない。廃校と復興の継ぎ目や、復興の色彩は、暗褐色や黒で、シーム周辺は薄い褐色や高褐色、薄着緑色。第十二円甲板は分かれる。頭部はやや大型か、非常に大型で、大型個体では、頭部が、 巨大化する個体もいる。粉炭はやや突出し、上顎の先端は、針状に尖ったり凹むことはない。交互面は幅広いが、量や突起はない。後頭部は細かい鱗で覆われる。頭部の色彩は、暗褐色や脳肺褐色、褐色、黒で、黄色や、薄着緑色の不規則な反問や反転が入る。弱霊個体は、 廃校のシームが黄色い個体が多く、別名金センガメの由来になっている。草ガメの弱霊個体の甲羅。三つずつ、筋状の隆起が見られ、廃校のシームが黄色い。オスの生態は、交際も含めた全身が黒化し、反紋が消失する。メスの成長に伴い体色が暗くなるが、反紋が消失することは稀。種商名リバシーは、 模式標本となった個体を入手したジョン・リーブスへの懸命で英名と同義。旧和名は山亀だったが、1934年に中村賢治が発表した論文からは名として草亀が用いられるようになった。この論文内で本種が特徴的な悪臭を発するとしていること、本種の中国語名に草青亀があること、草亀は、 本種だけでなく主に花メを指す中国語名であることから本種の漢字表記は草亀とする説もある。広東草亀と草亀族を構成していたが各 DNA 及びミトコンドリア DNA タンクサリ散在反復配列による分子系統学的解析から日本イシガメや花メ族と単系統群を形成すると推定され花メ族に含める説もあった。 巨頭化する個体を、大頭草がめむメガロケフィラとする説もあった。一方で、ミトコンドリア DNA の分子系統学的解析では、通常の個体と巨頭化した個体に遺伝的際はなく、単なる個体変異化多形とされる本種のシノニムである。流れの緩やかな河川、湖、地層、湿原、水たまり、水田などに生息する。中高生だが、カキは、 白明白母性、夜行性傾向が強くなる個体もいる。日光浴を行うことを好む。陸図体に水場を移動する個体もいる。植生は雑食。大型個体は、貝類や大型の甲殻類も噛み砕いて食べる。主に水中で採食を行う。繁殖形態は卵生。オスは、水中で、メスの噴担に、頭部や前足をすり寄せるような行動で求愛し、 メスが動きを止めオスを受け入れると交尾する。水辺から離れた地面を掘り、日本では6の8月に1回に1から14個の卵を1から3回に分けて産む。卵は2ヶ月で孵化する。幼体は、夏季から初秋にかけて地表に現れる個体もいるが、多くの幼体は孵化後に、地中で越冬し、翌年の春季に地表へ現れる。 校長3から5センチメートルほどの草亀の子、ゼニガメと呼ばれ、親しまれている。メディアを再生する草亀、東京にて開発による生息地の破壊、食用や薬用、ペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。大韓民国、中華人民共和国、台湾では保護の対象とされている。日本では生息数が多いと考えられているが、 それらは多くが日本国外から移入された個体もしくはそれらの個体による遺伝子汚染を受けている可能性がある。日本の個体群に関しては化石の発見例がない。最も古い文献でも200年前に登場し、江戸時代中期以前には本種に関する確実な記録がない。江戸時代や明治時代では希少で西日本や南日本にのみ分布するという記録があることなどから、 朝鮮半島から人為的に移入されたと推定されている。台湾の個体群も中華人民共和国の個体群と遺伝的差異がないため人為的に移入されたと考えられている。日本の19地点132個体のミトコンドリア DMA に基づく分子系統学的解析では日本の個体群は3つの系統に分かれ大半を占める系統が 大韓民国の個体群と遺伝的差異がないか、ほぼないという解析結果が得られた。千葉県や九州の個体群では、台湾の個体群と、ほぼ遺伝的差異がない系統が多く、近年に、中華人民共和国から人為的に移入された個体が、多くを占めていると考えられている。北海道や南西諸島でも後に、人為的移入、定着している。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。日本国内の野生個体及び飼育か繁殖個体、中華人民共和国からの飼育か繁殖個体が流通する。中華人民共和国産の個体が金銭亀として販売されたこともあった。1990年代以降は主に中華人民共和国から付加直後の養殖個体が ゼニガメの商品名で多く流通しているが、日本産の個体をもとに養殖された可能性もある。日本イシガメとの主観雑種は、関西地方や中国地方の一部では、運休と呼称され、主観雑種が、この流通名で販売されることもある。メスは、比較的大型になるため、大型のケージが用意できない場合は、一般家庭での飼育には向かない。アクアリウムで飼育される。 用体は、皮膚が弱いため注意が必要。本種に限らないが、石亀科の多種と主観雑種を形成する可能性があるため、多種との雑居飼育は進められない。ありがとうございます。